はい、つむつむセブンスアニバーサリー1日限定プレッシャーお題。続いてはモアナと伝説の海からモアナが出てきました。でこれよくわかんないですよね。横ライン上にツムを消し、ライン上のモアナがボムに変わるよっていうね、モアナがボムに変わるよっていうのがもうなんかパニックなんですよね。はい、でモアナに関してはすいません、またまた作品見たことないっていうね、もうディズニーのつむつむをやろうにもふさわしくないキャラがやってるっていうのは本当申し訳ないですね。まあモアナに関してはこれまた新婚旅行の話になっちゃうんですけど、なんだっけ、アウラニリゾートっていうところの、まあ、ディズニーのね、リゾート地に泊まってきたんですよ。そこでグリーティングで、まあ、続けてるところかな。主要キャラクターが、まあ、いるんですよね。ミッキーとかドナルドとか。で、その中に、まあ、ハワイっていうこともあって、あ、なるほどね。全部使うものになる。すげえ。これ、使いようによってはめちゃめちゃ強烈かもしれないですね。うん。ただ、あれだね、ボムに変わっちゃうってことは、たまりまくってるんですよね。まあまあ、それはいいとしてですね。で、スターツムには変わるんだ。で、話が入れすぎですね。で、まあ、そこに、まあ、ハワイっていうこともあって、スティッチがいたりとか、それからモアナもいたりするんですよ。で、モアナはやっぱ着ぐるみじゃなくて、そのモアナ役をやっている人がいたんで、すごいちょっとね、小さくて可愛い女の子が、モアナ役をやってたりしたんですけど、もうね、嫁さんが見た瞬間にね、モアナーって言ったらね、モアナがめっちゃ笑顔で、イエースモアナーって、あ、自分のことモアナーって言うんだと思って、まあ、それはそうかなと思って。で、まあ、写真も撮ったりしたんですけどね、うん。まあ、それはちょっと奥さんが顔出し NG なんで、写真載せることはできないんですけど、まあ、そんな感じでね、モアナー会いたかったら、ハワイのアウラにディズニーに行ってくださいっていうことね。まあ、いけますか。なかなかね、ですよね。この動画を撮っている最中にね、ヨーロッパもその日本からの渡航禁止ってやってる中でね、じゃあハワイはいいよってんなわけないですもんね。ほんとね、早くね、コロナが解けてね、ハワイとかね、海外旅行とかもね、まあ、国内でも、まあ、いろんなところ旅行行けるようにね、切に願ってますけどね、この動画が上がる頃にはどうなってるかっていうところなんですけどね。はい。ということで、モアナ、なかなかいいキャラでしたね。ただ、その消す量は少ないけど、モアナをどこまで残した状態で使えるか。これだから、4つのツムに減らしてる時とかなんか、すごいスコアボムを大量発生するかもしれないですね。はい。ということで、モアナ、こんな感じでした。お疲れ様でした。